かけてやってたのに不倫なんかしやがって。誰だ。ああお前らか。しつこい奴らだな。何のことだかね。ごまかそうったって甘いんだよ。この場所にいることそのものが証拠だ。答えろ。お前が山の穴をテレビに落としたんだろ。あれは事故だよ。暴れるからしょうがないでしょ。聞きたいことがあってロビーに呼んだだけさ。なのにキーキー騒ぎやがって。誰よあなた。こんなとこに呼び出して。で、重要な話って何？ニュースでやってるの本当ですか？あなたが不倫してるとかって。嘘ですよね、あんなの。そんなことあなたに説明する必要ないでしょ。そっか、否定しないんだ。目かけてやってたのに、こんなくだらない女だったなんてな。なんなのあなた。人を呼ぶわよ。あー、うるさいうるさいうるさい、黙れ。あんたさ、一度怖い思いして頭とか冷やした方がいいよ。な、何をする気？あ、落ちた。すごいな。完全に入っちゃえるんだ。あんなとこ夜中は誰もいないし、都合よかったよね。うちのロビーからそんな。真夜中テレビのことは噂で聞いてた。警察にはそういううさんくさい話が集まるからね。でも画面を触って力に気づいたのは偶然だった。声出して笑っちゃったよ。すぐに思った、こいつは面白いことになるってね。山の真由美で実験したってことか。いいや、僕はもっと純粋な男だよ。僕を裏切ったバカな女をちょっと懲らしめようとしただけさ。そうだよ、どっちも最初からテレビに入れる気なんてなかった。それを真由美といい、あの女子高生といい、無駄に暴れるから。小西先輩もやっぱりお前なのか。小西？ああ、小西さきとかだっけか、名前。はじめは普通に仕事絡みで呼んだんだ。真由美の死体の第一発見者だし、万が一何か見たとかだったら、ほら聞いとかないとね。で、ちょっと優しくしてやろうと思ったら、ガキのくせにあいつ。何なんですかこれ、事情聴取の続きじゃん。それよりさ、昼間見たんだよ。お前生ためと。
僕とは嫌だって？それなら僕にも考えがあるけど。いや！ったく何が女子高生だ。世の中クソだな。僕が学生の頃は勉強しかさせてもらえなかったっての。都会でエリートになるはずが、こんな田舎に飛ばされて。けど代わりにこんな面白い力を手に入れたってわけか。面白い。泣いている死を超え、そうしたら出してやる。なんてな。こんなヤバそうなとこ誰が入るかって。さすが細身の女子高生は楽だったよ。許せねえ。おいおい、僕の身にもなってくれよ。テレビの中が危険だとか知らなかったし、殺す気なんてなかったんだ。っていうか、どうせあいつら自分の方から生ためをたぶらかしたに決まってる。議員秘書はそのまま行けばいずれは議員だ。真由美も女子高生もそこ狙いだろ。自業自得さ。僕なんか悪いことしてる？ふざけんな！こっちへ人を入れりゃ死ぬって山の前見ん時に知っただろ。はあ、たく。知ってたら何だっての。違うって。生ためのやつは小西って子の死体が上がった後、夜中に警察に電話してきてさ、二人も死んで警察も忙しくてさ、出たのたまたま僕だったんだよね。生ためは警察に相手にされなかったと言ってた。そういうことか。それは違うな。僕じゃなければ相手にしなかったろうけど、僕はちゃんと相手をしてやったんだぜ。へえ、あの二人の死にそんな法則がね。それで今度はその変な番組に映った和服の女の子が殺されると。生ためさんさ、そんな話信じる人いると思うの？でも本当なんです。なんとか警察の方で保護を。あのね、そんな夢みたいな話で警察がいちいち動くわけないでしょ。面白い話だけどさ。そんなそうだ。そんなに助けたいのならさ、ご自分でやったら？例えばさ、どこか誰にも見つからない場所にかくまっておくとかさ。誰にも見つからない場所。助けてあげればいいじゃない。今度こそ、ね？忙しいから切るよ。じゃね。すげえだろ。誤解しちゃった生ためがよりによって僕に電話してきちゃうんだから。僕はちょっと背中を押してあげただけ。生ためはまんまと勘違いしちまって、
お前らが救えば救うほど誘拐を繰り返す。お互い善意なのにいたちごっこがどうにも止まらない。最高。マジかよ。どうして、何が目的でそんなことしたの？目的？別にないよ、そんなの。ただ僕にはできたし面白いから。ま、それが目的？遊び半分で殺したっての？あのさ、僕は人を入れただけ、殺してないって。それに途中からは生ためが勝手に自分の判断でやったことだろ。僕直接関係ないし。なもん、へりくつだろうが。じゃあどうやって証明すんの？人をテレビに入れました。日本の警察なめてんの？むむむむ、ひどいやつくま。けどまさか僕のことを突き止めるとはね。いいね、ゲームにはハプニングがないと飽きちゃうし。そういや、久保光をやった時もワクワクしたな。じゃあやはり久保の失踪はお前の仕業なのか？久保の件は確かに違和感があったんだ。あれだけ注目を欲した少年が特別な力を持ちながら、なぜ単なる模倣行為で済ませたか。けど違った。久保には力なんかなく、単にお前に落とされた。そうなんだな。テレビに人入れるの久々だったし、結構ハラハラしたよ。そんな、どうして？それに、だったらなんで久保からあんたの話が出なかったの？そのぐらいは考えて動くさ、刑事なんだから。署のテレビのある部屋に通して、部屋の電気をいきなり消して、動揺してる間に一気にやった。やる瞬間さえ見られてなきゃ、万一助かっても向こうでの体験談なんて誰も信じない。つってもそれ以前に久保のやつ何が起きたかも分かんなかったろうな。待てよ、署の部屋でって。久保はね、実は早々に自首してきたんだよ。まだ指名手配どころか目星もつかなかった頃だ。けどよくあるいたずらと決めつけられて、厄介払い同然で僕のところへ通されてきた。そりゃそうさ、だって連続殺人事件は全部僕がやりましたなんて子供に言われてもね。でも僕はまずいと思った。まさか進んで罪をかぶりたがる奴が出るなんて想像してなかった。ちょうど警察が手柄に飢えてる頃合い、もしマジで犯人なら事件解決ってオチになりかねない。そうなれば生ためが救済をやめちまう。そりゃダメだ。ゲームが冷める。だから周りに帰らせましたって言って、とっさの思いつきでテレビに入れたんだ。ゲームが冷めるって、そんな理由で放り込んだっていうの？そういうの人生で大事だろ。けどお前らまたまたうざく邪魔してくれたよね。おかげで久保のやつ改めて逮捕されて、まんまと真犯人扱いさ。遺体の真似方とか、あんなお粗末だったのに。ま、
でも生ためは救うのやめなくて結果オーライだったけどね。生ためのやつ救うことに酔ってたのかね。バカなやつだよね。まるで遊びじゃねえかよ。んなことで人を、小西先輩を、てめえ、許さねえ。許すとか許さないとかどうでもいいよ。どうせこことあっちの世界はもうすぐ一緒になるっぽいし。感じてないの？霧が出てあっちはもうダメだって。時期にもっと同化して区別がつかなくなんだぜ。何言ってんだこいつ。こいつ本体じゃないよ。足立本人は別の場所にいる。でもこいつ単なるシャドウとは感じが違うクマ。暴走の気配がないっていうか。すごいすごい、そこまでわかるんだ。ここにいる僕は君らの出迎えみたいなもんさ。わざわざ追いかけてきてご苦労ってね。僕はこっちの世界に随分と気に入られたみたいでさ、全てを得た気分だよ。怪物どもも僕を襲わないんだよね。目的が一緒なのかな。シャドウたちの目的。この町は今年の暮れ近く霧の中に消える。もうすぐここが現実になるんだ。僕はこっちの世界にいるから、僕を捕まえようってんなら来ればいい。世界の意志にどっちが選ばれるか決めようじゃないか。世界の意志だ？うだうだうるせえんだよクソが。今ここで決着つけてやら。あ、本物はここじゃないって言ったろ。必ず来なよ、決着つけにさ。待ってこら。世界の意志とかこっちと現実が同じになるとか、どこまで本気なんだ。でもそれ以外の自供は一貫してました。ただの妄言じゃないと見るべきでしょう。なんだかこっちへ来た後で大きな力を手に入れた感じ。というよりそれに支配されたのかもしれないクマ。なら世界が同じになるって本当に起きるのかな。確か今年の暮れ近くって言ってなかった？それってどうなるってこと？多分こっちの世界に飲み込まれるってことクマ。町の人が変なの、みんなから出たシャドウが暴走した時と似てる。霧がもっと濃くなって町を完全に閉ざしちゃったら、あっちの世界もシャドウだけの世界になるかも、クマ。人間がみんなシャドウになっちゃう。クソクソ、あんなやつに。なんでだよ、必死にやってきたのに結局あいつの手のひらの上ってことかよ。ああ、いい加減蹴りつけようぜ。こんな思い、もうごめんだ。通れる場所ができてる。多分足立はその先、恋って意味だと思うけど。上等だぜ。今すぐ突っ込んでやら。待ってください、まず準備が先です。あんな奴に二度と煮え湯を飲まされるわけにはいかない。
全力で臨んで確実に倒すべきです。クレ近くってのがいつか気になるけどさ、あんなやつにビビってる場合じゃないよ。準備やりすぎってぐらい整えて、あたしの顔面に靴跡つけてやろう。先輩、あなたも一人で行かないでくださいね。個人的な付き合いがあったようなので、その辛いとは思いますが。だからかな、この先なんとなく先輩と似た気配の感じがする。もしかしたら先輩を呼んでるのかも。なし、みんなで行くんだからね。約束しろよな。もしかしたら先輩を呼んでるのかも。みんなで行くんだからね。約束しろよな。困るんだよね。ちゃんとみんなで来てもらわないとさ、拍子抜けでしょう。いつも探偵ごっこしてるお友達はどうしたのよ。まさか説得とか？思いやがんなっての。みんな一緒に来ればいいじゃない。力を合わせて悪いやつを倒しにさ。友情、努力、勝利、君らそういうの大好きじゃない。なんで？君、僕が前言ったこと聞いてなかったの？それとも聞いたけど理解できなかった？で？別に話とかないんだけど。正論振りかざして事件解決するなら警察なんていらないでしょう。大体君が信じてたのは、君の頭の中で君が勝手に作った僕だろ？勝手に信じて勝手に裏切られて僕に文句言うってちょっとお門違いじゃない？君結構つまんないこと言うね。
人でのこのこやってきて説得しようとか考えてる君みたいなのが一番腹立たしいよ。撃ったらどうなると思う？そうだね。たったそれだけのことだ。わからない？話は終わったんだ。次は外してあげないよ。選ばせてあげよっか。お友達のとこに逃げ帰ってみんなを連れてくるか、それともここで死ぬか。でも単なる復讐じゃつまんないか。君らの探偵ごっこ最後まで見せてよ。あれすごいウケんだよね。超青春って感じだし、みんなを連れておいでよ。ねえリーダーさん。じゃバイバイ。おかえり。一人で行くなっつったろ。ま、行くと思ったけどな。いいよ、待ってるって。あいつらには内緒にしとくし、足立のことも今は聞かねえ。けどさ、俺らをもっと信用しろよな。無事で何よりだ。今日はもう閉店です。お客様、また明日皆さんでお越しくださいってな。재미있게 보셨나요？영상설명에 있는 블로그 사이트에서 여러 가지 소개해드릴 내용들도 있으니부디 방문해주세요. 채널 구독 및 좋아요 눌러주셔서 응원 꼭 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사드립니다.